こんにちは、ライマーツです。今回はこの春から導入した高濃度炭酸泉の効果についてお話したいと思います。まずこちらの写真をご覧ください。こちらですね。左側が温水でシャンプーした場合、右側が高濃度炭酸泉を使った場合の髪の毛の状態を顕微鏡で撮った写真の違いです。水道水の pH は pH7.0 の中性です。髪本来の健康な状態は pH5.5 の弱酸性です。水道水で洗うより炭酸泉の pH5.0 の弱酸性では髪本来の健康な状態、こちらが水道水ですね、こちらが炭酸泉ではかなり違ってきます。このキューティクルを整えることで乱反射がなくなり、髪本来のツヤと手触りが得られます。こちらのメニューは当店一押しメニューとなっておりますので、ご興味を持った方はホームページをご覧ください。皆様のご来店をお待ちしております。では